サッパーダは、イタリア共和国ベネト州、ベッルーの県にある人口約1300人の基礎自治体。ピアーベ川の源流があるアルプス山中の村で、夏季、冬季ともにリゾート地として知られる。この地域は、ドイツ語系の言語が話される、言語島である。イタリア語以外の言語では、以下の名称を持つ。ベッルーの県北東部に位置するコムーネで、ベネト州。 フリウリベネツヤジュリア州の宗教にあり、ケルンテン州にもほど近い。ドロミティ山地の北東、カルニア地方とカドーレ地方の間に位置しており、歴史的にはフリウリの一部とされてきた。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り、UD はウーディネ県所属を示す。アドリア海に注ぐピアーベ川の源流は、村域内のペラルバ山にある。 ピアーベガは東西に長い谷を形作っている。歴史的には、フリウリの一部とされてきた土地で、フリウリベネツィアジュリア州への編入を求める動きがある。イタリア共和国憲法によれば、特別自治州に隣接するコムーネは、特別自治州への編入を要望する権利が認められている。2007年7月、400人以上の署名を受け取ったコムーネ議会は、 フリウリベネツやジュリア州への編入を諮問する住民投票の実施を承認した。住民投票は2008年3月9日から10日にかけて実施され、有権者1199人中903人が投票、編入賛成票が860票、反対票は41票であった。2009年3月18日、ウーディネ県の県議会議員はサッパーだが、 ウーディネ県に属することを支援する声明を出した。2010年にコムーネは公式にフリウリベネツィアジュリア州への編入を求めた。コムーネ議会はこれに基づきフリウリベネツィアジュリア特別自治州への編入を求めたのである。2010年9月フリウリベネツィアジュリア州議会はこの要望を受理した。2014年1月8日 イタリア議会の地方問題に関する委員会は、サッパーダのフリウリベネツヤアジュリア州編入に肯定的な意見を出した。下記、冬季ともにリゾート地として知られる。2007年には、イタリア旅行協会が観光、もてなし、環境の面で優れた小規模な町村に認定するバンディエラ・アランチョーネを授与された。印を付したものは、 翻訳元に挙げられていた出典であり、薬室に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。